ユーロブルン ER188 はイタリアのレーシングチームユーロブルンが1988年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーはマリオトレンティーノ。ER188 はチームにとって初の車でありチャンピオンシップポイントを獲得できなかった。チームは2大体制でシーズンに臨み1987年の国際 F 3000選手権チャンピオンのステファノ・モデナとブルンモータースポーツでスポーツカーをドライブしていた33歳のオールドルーキー、オスカー・ララウリが起用された。1989年は改良型のユーロブルン ER188 バイトが使用された。ユーロブルンはユーロレーシングとブルンモータースポーツが提携して1987年に結成されたチームだった。 スイスの起業家であり、ブルーンモータースポーツのオーナーだったウォルター・ブルーンが、チームの金銭名を支え、技術開発及び実践参加は、ユーロレーシングが担当した。ユーロレーシングはまた、ER188 の開発も担当した。ユーロレーシングはかつてアルファロメオの F1 参戦に、際して、1983年から1985年まで、 マシン開発とチーム運営を担当している。1988年は、いわゆるターボ時代の最後のシーズンだった。強力なターボ車と従来の自然吸気車が競ったが、自然吸気エンジンは、コスト面で高価なターボエンジンを使用できない、小チームや新規参入チームが使用していた。ユーロブルンは、こういったチームに属していた。ER188 は、 イタリアでユーロレーシングのエンジニアによって開発された。主任デザイナーはブルーのザーバとマリオトレンティーノで、トレンティーノは以前アルファロメオ 184T を設計している。ユーロレーシングのオーナー、ジャンパオロ・パバネロは車をコンベンショナルだと語ったが、周囲は時代遅れだと考えた。ER188 はアルファロメオ 184T に告示していた。 実際ノーズ部分やモノコック、ロールバー、エンジンカバーなどの類似点を有していた。かつて 184T をドライブしたエディチーバーは、ユーロブルーン ER188 は、単に4年前のアルファロメを回収しただけであると、語った。リアルのギュンター・シュミットも、同様の見解を表明した。ER188 の特徴は、背が高くかさばるモノコックだった。 それは1980年代初頭のマシンのサイズで、1988年にはすでに珍しいものであった。サスペンションはフロントがスラスト、リアがタイロットを装備していた。エンジンはスイスのマーダーレーシングコンポーネンツが調整したコスアース DFZ を搭載した。トランスミッションはヒューランド製の6速ギアボックスをもとにユーロブルーンが開発したものであった。 ER188 は3台が製作された。ユーロブルンは1988年シーズンに2台体制で臨んだ。ドライバーはステファノ・モデナとオスカー・ララウリが起用された。地味で堅実なスタートであったが、チームは予算不足に苦戦していた。1988年5月にはブルンがララウリに変えてドイツ人ドライバーのクリスチャン・ダナーを起用しようとする。 チーム内のトラブルが生じた。これはダナーの背が高すぎて ER188 のモノコックに収まらないことが判明し実現しなかった。モデナは開幕戦で ER188 から1を使用し、サンマリノからスペインまで ER188 の3を使用、日本とオーストラリアで再び ER188 から1を使用した。ララウリはシーズンを通して ER188 から2を使用し、最終戦のオーストラリアのみ、ER188 の3を使用した。ER188 は失敗作であり、チャンピオンシップポイントを獲得することはできなかった。資金不足のためシーズンを通して、マシンの改良はほとんど行われず、ER188 はほとんどのグランプリで他のマシンからラップされたが、 速度が遅いためパスするのが困難だとして悪評が高まった。ララウディは8回予選通過し、完走したのは2回であった。モデナは10回予選通過、5回完走した。ER188 の最高成績はモデナがハンガリーグランプリで記録した11位であった。車の主な問題は単純な構造であり、洗練されていないデザインであった。 加えて挙動にも問題があり、運転が困難であった。1988年の夏にラルフ・ベラミーが、シャシーに手を加えたが、効果は上げられなかった。ドイツグランプリ以降、予選を通過したのはモデナが3回、ララウリが1回のみであった。ドライバーは F1 の経験がなく、同様にスタッフも手慣れていなかった。多くの組織的なエラーがリタイアにつながり、予選落ちにつながった。 モデナは第3戦モナコで重量検査を行わなかったとして失格となった。第4戦メキシコグランプリではモデナ社のリアウィングが 4mm 後方に取り付けられていたため失格となり、ベルギーグランプリではメカニックが予選用のスペシャルエンジンの装備を忘れ、両名とも予選落ちした。シーズン終了後の12月にチームは ボローニャモーターショーで行われた1988年、フォーミュラー・インドア・トロフィーに、ファブリツヨバルバッツァを起用して参戦した。バルバッツァは、第1ラウンドで、ミナルディのルイス・ペレスさらに敗北した。ER188 バイト1989年に、向けて2台の ER188 が、空力的な回収を施され、ER188 バイトとなった。エンジンは、 チャット CV を搭載し、ピーレリタイヤを使用した。チームは一大体制となり、ルーキーのグレガー・フォイテクが起用された。フォイテクは開幕戦ブラジルでは予備予選を通過したが予選落ちした。それ以外のレースでは予備予選を通過することはできなかった。ジョージ・ライトンが設計した後継の ER189 はドイツグランプリから投入された。 ER188 バイトは1989年シーズンで最も失敗した車両であった。ありがとうございます。